第32種春道のつらき。おや、つらきの部屋を片付けてしまうのかい？いえ、捨てはしませんけどね。いつまでも生きていた頃のままにしておいてはこちらもメソメソしてしまうでしょ。ですので整理して納屋にでも移そうかと。そうだね。どれ、私も手伝おうかな。お、いいものが出てきた。私はこれが好きでな。あの子が滋賀の山越えをした時に読んだ歌ね。私も好きですわ。本当に素晴らしい景色だったのでしょうね。私の目の前にも浮かんできますわ。はあ。第32首。山川に風のかけたるしがらみは、流れもあえぬもみじなりけ。あの子は絵もうまかったし、景色を読むのが得意だったのね。そんな才能を持ちながら、こんな平凡な家に生まれて、親より早く死ぬなんて、かわいそうにな。そうだ、せっかくこの歌を見つけたんだ。出かけようじゃないか。まさかこの景色の場所に？そうさ。だって滋賀の山越えの道中としかわからないんですよ。いいじゃないか、探してやるんだよ我々が。こんな目に見えるような歌だもの、きっとすぐ見つかるさ。